レガシー選手権2013年夏、ベスト8進出おめでとうございます。ありがとうございます。今回もレガシー選手権同様カナスリアが使われているということですが、まあ、このデッキを選択した理由についてお願いします。まあすごい使い慣れてるっていうところです。まあ、基本的になんかレガシー僕そんなやってないんで、まあ、これぐらいしか回せないっていうのもありますけど、はい、まあ、単純にデッキパーが高いし、まあ、柔軟性もあるんで、まあ、このデッキを選びました。このデッキを一言で表すとどういったデッキですか？いや楽しいですね。楽しいですよ。今日はサイドボードは、まあよくレガシーのカーディアン選手にかけるような方が多いんですけど、クラスターストームはどういうのを意識したんですか？クラスターストームはまあなんかアントとか、スニークショー、はい、ショーテルみたいなデッキに対して、はい、まあサイド5とか誤ったサスとかそういうあのカードが入ってくるんで、なんかまあこういうスペルピアスみたいなカードだとまあ対応されたりとかしちゃうんで、まあそういうそのコンボに対してまあ1枚強いカードを取りたいなっていうと、まあ赤単とかにも普通にあのスペルピアスと同じような動きをして強いんで、まあサイドに取るのであれメインはまあスペルピアスの方が丸いんですけど、まあサイドに取るのであればまあより刺さるカードみたいな感じで取りました。落ち対策は通常だと、まあ、墓掘りのより2枚とかが結構多いんで、そうですね、今回アサルなんで1枚ってことですけど、はい、この辺りの選択は、なんかシギレが環境にすごい多いんで、まあ、墓地に依存するデッキっていうのがあまり環境に、出てこないだろうと思って、まあ、結構墓地対策は切ろうかなっていうところで、でまあ、墓地対策でも、まあ、同型とかでもまあ使えるしエスパイシカジとかにとってもまあ強いカードなんで、まあその墓地対策サイドカードですけど、ここはなんか丸く取ろうと思って、まあ、サルナンデーにしました。ちなみにちょっとメインの話に戻ってしまうんですけど、はい、もみ消しを今回もみ消しと呪文破滅を両方採用されているという、はい、これはどういった理由ですか？まあなんかもみ消し結構なんか、最近のなんかレガシーの GP とか見てると結構今のカナスレってなんかバーン型みたいな、なんかすごいなんだっけあれフォークドボルトじゃなくて1マナ3点の総裁の名前忘れちゃいましたけど、チェーンレイントに入ってポップとか入ってるような、なんかバーン型のカナスレとか結構増えてたりとかして、スタイフルは蹴られないことが多かったりとかするし、まあ先日だと相手がまあシギレがシギレを相手がメインで1ターン目に出してくるんで、まあそれに対して安定してスタイフルで動けるっていうのが必要かなと思ってスタイフル4にしました。相手が先手1ターン目にフェッチを切ることを逆手に取った。そうですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。決勝まで頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。以上、瀬畑さんでした。